上昇するガニュメディスの略奪と加工するユピテルとイオ。両作品は窓の両側に並んで飾られたと考えられている。ガニュメディスの略奪はルネサンス期のイタリア、パルマ地方を中心に活躍した画家コレッジョが1531年から1532年に制作した絵画であるユサイ。主題はオイデウスの変身物語10巻で語られているゼウスと ガニュメディスの物語から取られている。マントバコ・フェデリコ2世、ゴンザーガの注文によって制作されたユピテルの愛の物語をテーマとする神話が連作の一つで、もともとはテリキューのオイディウスの間を飾ることが目的だったと考えられている。現在は大作品ユピテルとイオと共にウィーンの美術史美術館に所蔵されている。また、プラド美術館に エウヘニオカシェスによって制作された高品質の複製が所蔵されている。変身物語によると、ゼウスはトロヤ王家に生まれた美少年ガニュメデスに恋い焦がれ、自分の生取りであり、来帝の運び手であるワシの姿に変身して、ガニュメデスを誘拐した。それ以降、ゼウスはヘラの嫉妬をよそに、自分の酒の相手をガニュメデスにさせているという。 このエピソードついて言及した最古の文献、イリアスやホメロス風参加のアプロディテ参加はゼウスが絶世の美しさゆえにガニュメデスを連れ去って尺をさせたとしており、父であるトロス王は行方の知れない息子を思って悲観にくれたが代償として神々の馬を授けられたと歌っている。この物語は古典期以降のギリシアでは、 少年愛の性格を帯びた神話と考えられていた。本作品は、レダと白鳥、ダナエ、ユピテルとイオと共に、ユピテルの愛にまつわる4点の神話が連作を構成している。フェデリコ2世ゴンザーガは、マントバ郊外に建設したて、リキューのオイデウスの間を飾るために連作を発注したが、特に、ユピテルとイオと、 ガニュメディスの略奪が縦長の大作品として発注されたのはオイディウスの間の窓の両側に設置するためと推定されている。ただしジョルジョ・バザーリはこれらの絵画をカール5世に送るために描かせたと述べている。この連作の後、コレッジョはイザベラ・デステの書斎を飾る最後の作品としてタイとなる偶意が美徳の偶意と悪徳の偶意を受注している。ガニュメディスの図像には パルマ大聖堂天井画のウベルティの聖ベルナルドスの下に描かれた少年が流用されている。ミケランジェロ・ブオナローティのガニュメデスの略奪の素描。絵画は所在不明。コレッジョは大きな和紙に変身したゼウスが美しい、少年ガニュメデスを連れ去ろうとする場面を描いている。ゼウスの両足はガニュメデスの衣服をつかみ、両翼を広げて天高く舞い上がろうとしている。 ガニュメデスは、まだあどけなさの残る少年として描かれ、地上に落下しまいとわしの翼にしがみついている。ゼウスと共に飛翔する彼の足は、大地から離れ、地上では、ガニュメデスの牧羊犬が主人を追いかけようとして、飛び上がっている。あるいは吠えている。コレッチョは、ガニュメデスの誘拐が起きた場所を平野ではなく山などの高所に設定しており、 眼下には遠方まで広がる山々が見える。中世の道徳化された変身物語によると、ガニュメデスは、福音記者、ヨハネのヨガタであり、わしはキリストを指すとされた。ルネサンス期の人文主義者はこの主題を、シンプラトン主義的な理想に基づいて、神の高みへと上昇する人間の魂の、防火状態の食いと解釈した。吠える、犬のモチーフは、 古典的な知識に由来する。すでに、前4世紀の彫刻カレオカレスは、空に向かって吠える犬を含むガニュメデスの彫刻を制作しており、ローマ時代の詩人、ウェルギリウスやスタティウスは、ゼウスがガニュメデスをさらった時、犬たちが空に向かって吠いたと歌っている。オイディウスは、犬の存在について言及していないが、道徳化された変身物語では、言及がある。 象徴的な意味においては、犬は忠実、忠誠を表すが、その一方で地上の欲望や感動の象徴として、魂の崇高さを表すガニュメデスと大地の関係にあり、天に移行するガニュメデスを強調している。両作品は様々な点から体として構想されたことが指摘されている。例えば、ガニュメデスの輪郭の鮮明さと明確さは、 ユピテルとイオの雲の中でぼやけて見えるユピテルと対照的であり、同様に誘拐の悲しみを描いたガニュメディスは、王星の喜びを描いたイオと対照的である。ガニュメディスの略奪において、コレッジョの独創性が最も発揮されている点は、目撃者である犬の視点から誘拐を描いている点にあり、コレッジョは犬に背を向けさせることで、干渉者が、 事件の目撃者としての犬の視点と自身とを重ね合わせることを可能としている。また構図においては上下の垂直性が強調されている。これらの効果によって、鑑賞者は犬と同じ場所から犬と同じように画面情報を仰ぎ見ることで、岩山、背景の山々、誘拐される、ガニュメデスの視線へと導かれる。 このように下から上に登っていく構図は、上から下へと降りていくイオと対照的である。なお、画家はガニメデスをパルマ大聖堂天井が聖母非正天で用いた少年の図像を再利用して描いている。この少年は大聖堂のクーポラを支えるペンナッキの一つに、描かれたウベルティの聖ベルナルドスの下方に描かれている。 本作品を含む連作四作品は制作直後の1532年にフェデリコ2世イゴンザーガから新生ローマ皇帝カール5世に贈呈されスペインに移った。1853年にはフェリペ2世イの秘書を務め後に大罪人となったアントニオ・ペレスが所有した。1605年新生ローマ皇帝ルドルフ2世は同じくアントニオ・ペレスが所有していたパルミジャニーの 弓を作るキューピッドと共に本作品を取得したが、それに先立って、フェリペ三世は、エウヘニオカシェスに、連作の複製を命じており、プラド美術館に、レガと白鳥とガニュメデスの略奪の質の高い複製が残されている。その後、1621年以前には、ウィーンのハプスブルク家のコレクションに加わり、1702年に、ベルベデーレ宮殿上宮のインベントリに記録された。 1648年のプラハの戦いで、スウェーデン軍が略奪した絵画の中に本作品は含まれなかったので、後にスウェーデンから優れた絵画約50点を持ち出した女王、クリスティーナのインベントリに本作品の名前を見ることはできない。しかしクリスティーナは別の画家が描いたガニュメディスの絵画を加えることで、コレッジョの連作を完成させようとした。 この時クリスティーナが選択した絵画は、ミケランジェロ・ブオーナローティが描いた、ガニュメデスの略奪であった。ミケランジェロはガニュメデスを青年の姿で描いており、クリスティーナは主題の同性愛的性格がより強調された作品を選択している。ありがとうございます。